曹操軍は関東で袁紹軍を破った。袁家は勢いを失い、やがて滅亡。曹操は天下に一番近い男となる。一方、江東の孫権は兄孫策の死後、勢力を受け継ぐ。だがその戦力は曹操に及ばなかった。劉備も未だ領地を持たず、慶州の劉表を頼っていた。信也を与えられてはいたが、兵力はないに等しい。世はまさに曹操一強の時代を迎えていた。母上の容体はどうやら思わしくないらしい。巨匠に急がねば。だがここはまだ深夜か。深夜、神社と音に聞く劉備殿がいる地。しかも曹操軍が深夜に攻めてくるとの噂もある。劉備殿はどう戦われるのだろう。いや、曹操を相手に戦えるのだろうか。序書、あざなは現直。慶州の名士柴木の下で兵法を学んだ男である。彼は巨匠に向かう途中、劉備のいる深夜を通りかかる。深夜は今まさに曹操軍に攻められようとしていた。強大な軍勢を劉備はどう迎え撃つのか。興味を持った序書は劉備のもとへ向かった。母上は心配だが、劉備殿も気になる。少し尋ねてみるか。兄者、曹操軍はすでに到着した模様。しかも見慣れない陣立てでござる。どう対するべきであろうな。うだうだ考えててもしょうがねえ。突っ込もうぜ。待ってください。あれは八門僅差の陣。迂闊に攻めれば通撃を被ります。ですが逆に弱点をつけば脆い陣でもあるのです。劉備殿、ここは俺に任せてもらえませんか。お主何者だ。いきなり顔を出してきて俺に任せろだ。怪しすぎるぜ。確かに怪しい。俺もそう思うよ。劉備殿、これは徐玄直と言います。戦略や戦術を生業としている軍師です。あ、なんだそりゃ。自らを軍師と称するか。兄者を惑わさんとする敵のものではあるまいな。参ったな。どうすれば劉備殿に味方したいと伝えられるのか。とりあえずこの状況を打破すれば。何をぶつくさ言ってやがる。兄者、こいつをつまみ出してやろうぜ。待て、この者が不審であることは否めぬ。だが私はどうしてか悪意を感じるのだ。今曹操の軍に敗れるわけにはいかぬ。その軍師とやらの力、私に貸してはくれないだろうか。劉備殿、ありがとうございます。そのご決断、後悔させないと約束しましょう。みんな、
序書の指示に従え。力を合わせ宗人を撃退する。八門金鎖の攻略は一筋縄にはいきません。俺の指示もよく聞いていてください。馬がご入り用で。またお待ちしてます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。まずは進行を防がなければ。敵の戦法を撃破しましょう。劉備軍相手に策など無用。力押しに潰してくれる。先手を取れればと思ったが、どうやら敵を侮っていたようだ。おれ、これで勝ったと思うなよ。敵将、討ち取った。おお、よくやってくれた。劉備軍がここまで強いとは。撤退する。
ごい。なんて強いんだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。これでひとまず本陣は安全です。では進みましょうか。確かに兵器があれば攻略に役立ちますね。ただ敵も簡単には渡さないと思いますが。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。不覚を取った。よもや兵器を敵に奪われるとは。敵将討ち取った。悪いな。いいぞ、その調子だぜ。追撃は無益か。兵器は諦めるしかない。後退するぞ。幕城より援軍に参った。劉備軍を打ち破ってくれよ。なんとかなったな。おお、よくやってくれた。切ったようですね。これで兵器で八門金山を攻められます。目標は定まった。全軍進め。はあ、っ悪いな。家計の準備をしております。整うまでもうしばらくお待ちを。敵の盾や兵器、家計が効果的だろう。なんとかこの策は成功させたい。ここだ。ここだ。そうはいくかよ。どうにもならん。敵将討ち取った。よくやってくれた。悪いな。ここで防御体勢を取るのだ。敵将討ち取った。なんとも勇ましき戦ぶり。
いくらかんな当たってもな、家計を止められないんじゃ意味がねえ。これで厄介な相手を封じられる。ああ火が、敵の家系で盾や兵器が燃えている。堅牢な陣も補給がなくては保てませんが、総人様の陣へ物資を届けるんだ。急げ。ここだ。失敗しないで済んだ。おお、よくやってた。勝ったぞ。
将討ち取った。そなたの働き、軍中随一を。兵器の用意を曹操軍に食らわせてやれ。なぜ劉備軍が兵器を。とにかくあれを壊して攻撃を止める。劉備軍の兵器を壊せなかったか。このままでは我が軍の兵器が、攻撃するのに効果的な場所はあの辺りか。まずはそこまで兵器を移動させないと。この八門金銭、何人にも破れぬ鉄壁の金。飛行を全てを跳ね返す。あの陣は普通の兵から成り立っています。一点を攻めてたとすぐに補われてしまう。屈強な将を倒して崩すか、徐々に攻めるか、どちらにしろ方針を決めて動きましょう。結構だ。兵器が破壊されたぞ。どうなってるんだ。失敗しないで済んだ。素晴らしきお働き。油断すんじゃねえぞ。なるほど、腕に覚えがあるようだな。信じよ、我らも援護に回るのだ。悪いな、敵も盛況のようだ。みんな気を引き締めてかかれ。のこのこ踏み込んできやがったな。すりつぶしてやる。盾を構える兵器、兵器、しかも隣接する兵器も様々。ここを崩すか、相当難しい。全力で当たらない。手加減はできない。薄な箇所を狙ってきたな。やらなきゃダメなんだ。やらなきゃダメなんだ。すごい、なんて強いんだ。貴様らは総人様の術中だ。盾兵進め。兵器部隊攻撃を続けよう。これでは陣が持たぬ。八門金鎖の一角が崩れた。さあ、この機を逃すとはありません。はできない。なんて敵の巨人を破ったか。敵の最後の盾とし、打ち払わん。油断すんじゃねえぞ。貴様らは総人様の術中だ。盾兵進め。兵器部隊攻撃を続けよう。悪いな。ここだ。敵も盛況のようだ。みんな気を引き締めてかかれ。曹操軍を撃退できた。よし、お前のおかげだ。礼を言う。お役に立てたならば何よりです。
しかし曹操はこの程度では諦めないでしょう。かような貨幣で曹操の大軍を打ち破れようとは。ああ久々の大勝ちだな。スカッとしたぜ。これも皆の尽力と序書の知略のおかげだ。劉備殿が信じてくださったおかげです。あなたでなければ通りすがりの俺を軍師になどしなかった。いいではないか。結果お前は信じるに値する男だと証明された。これからは皆喜んでその戦略に協力するだろう。序章、どうかこれからも我らと一緒に戦ってはくれんだろうか。あなたのような方に軍師として使える、願ってもない話です。できれば一も二もなくうなずきたい。いかがした、何か不都合なことでもあると申すか。実は巨匠にいる病床の母が曹操の配下に世話になっています。俺がこれ以上あなたの元にとどまれば母が。なんとそのような事情が。本来なら俺は劉備殿に手を貸すべきではなかったけれど、出会えばその人者としての資質に惹かれ危機として戦略を練ってしまった。俺は甘い男です。母を捨ておきあなたに仕えることを選べない。そのような顔をするな。では母上の病状が回復次第戻ってくればいいではないか。劉備殿、ありがとうございます。でもダメなんです。この時点で母を切り捨てられぬ俺は甘すぎる。それが軍師として致命的な欠点だと。なんで急に湿っぽくなりやがって。そうですね、ここは俺なんかが紛れ込んでいい場所ではなかった。序章、それがお前の決断だというのか。劉備殿。序章、息災でな。母上の回復を祈っているぞ。恐れ入ります。最後に俺があなたにできる唯一のこと、この慶州に賀陵と呼ばれる賢人がいます。孔明、いえ諸葛亮は俺なんかよりずっと軍師として優れている。どうか一度お会いになってみてください。賀陵、諸葛亮。序章は鮮やかな策を示し劉備に勝利をもたらした。だが彼は母のもとへ行くため劉備と離れる決断をする。時は過ぎ、序章は魏の役人になっていた。居並ぶ将の末席で魏帝に拝謁を賜っている。諸君では諸葛亮が上将の地位についたとか。ふん、義弟がおわすというのに職弟だの上将だの戦勝が過ぎるものよ。孔明、君が羨ましいよ。できれば俺も諸の軍師の一人としてその手伝いをしたかった。上将就任にあたり皆に言っておきたいことがあります。職務を全うするためにはまず人の意見を聞き、異なる意見も検討してください。あなたたちは
自身が有能であるという自負も矜持もあるでしょう。だからこそそれが難しい。私の知る限り、そういったことを迷わずに行えるのは我が旧友条件直ただ一人でした。もしあの時に戻れるなら、俺は やはり同じ選択をしただろう。それが俺の甘さだ。俺は孔明にはなれない。上将殿、陛下がお呼びだ。わかった。もう少ししてから伺おう。だが伝えておいてくれ。俺は検索できない。いつも通り話を聞き意見を言うだけだと。ああ、奴らがわしらの土地を狙ってるってのか？その通りでございます。諸君は我ら義に攻め込む機を虎視眈々と狙っています。しかしその時に憂いとなるのは、そう、あなた方の存在です。北を攻めている間に南から攻め込まれるのは怖い。ならばその前に南中を滅ぼしておけばいい。そう考えるのは至極当然のことかと。私たちの南中に手出しはさせないよ。宿友、蜀の南方の地を支配する南中王孟獲の妻、伝説の火の神宿友の子孫を名乗る戦士である。世は義、呉、蜀三国鼎立の時代。義の使者が孟獲のもとにやってくる。騒乱の影が宿友と南中に迫ろうとしていた。では我らがお力添えいたしましょう。私たちは蜀という侵略者に抵抗する同志、協力は惜しみません。ああ、頼んだぜ。南中王孟獲様の力、北の奴らに思い知らせてやら。大王、ついに義は蜀を攻めることとなりました。我らは五方面から侵攻し蜀を滅ぼします。大王にはその一角を担っていただきたいのです。五方面の一角？まあよくわかんねえが、とにかく諸君の奴らをぶちのめせばいいんだな。担っていただきたいのです。はい、そうしていただければこちらも好都合。いえ、失礼しました。南中の平和のためぜひ主力を尽くしていただければと。では
私はこれにて失礼いたします。おう、宗妃とやらにもよろしくな。ん？どうした母ちゃん。なんか匂うんだよあいつ。考えすぎだぜ母ちゃん。わしらはただ南中を守る、それだけを考えてりゃいい。ああそうだね。ショックだかなんだか知らないが、私たちの家族には指一本触れさせないさ。南中はわしらの土地だ。おめえらの好き勝手にはさせねえぞ。攻められる前にこっちから攻めるさね。毎度どうも。馬がご入り用で。またお待ちしてます。
あたしらのもんさ。その調子だぜ。
この地は私らのもんさ。拠点を攻め、我らのものとするぞ。
燃えてきたよ。役目を果たせないなんて情けない。竜星様、どうかご無事で。敵将討ち取ったよ。当然さね。大変です。聖斎様が敗走されました。聖斎が傷つけられたのか。なんということだ。それがきっとあなたたちのためでもある。
よし、直ちに守備配置につけ、一人戦闘に備えるのだ。見てな。あなた方は何か誤解をしているようだ。全ては計算と、あなた方は運勢。敵かよ。ピシャ、どうなってやがんだ。おめえがこいつらの頭かよ。何なんだ、わしらの動きを全部見透かしたように戦いやがって。それが軍略というものです、猛角殿。ふん、頭で戦うやつに負けちまったってことか。けどなんでわしらをぶちのめしまわれ。おめえなら簡単だったんじゃねえのか。それは私たちの望むところではないからです。あなたたち南中の諸王は北の葬儀にそそのかされ操られたにすぎません。それを敵として滅ぼすことは亡き我が主君龍玄徳の大志に反します。おめえらの事情はよくわからねえが、借りができたみてえだな。どのように受け止めるかはあなた次第です。なんて言うんだ。職の長所、諸葛孔明と申します。けっ、その名前忘れねえからな。次は覚えとけよ。諸君の奴らに追い払われちまった。ぐだが、それも向こうに地の利があったからだ。運が良かったからだ。あんな頭でっかちにわしが負けるはずがねえ。あんた、その諸葛亮ってやつは義が私たちを騙したって言ったんだろ。ったく、義も諸君もいい根性してるよ。私たちを本気で怒らせたいようだね。だよ、俺たちはバカにされてるんだ。俺は悔しい。ああ、悔しい気持ちはわしも同じだ。わしらを騙し傷つけた奴ら全員せっ。ねえ、あんた、諸君の内情を偵察しに行かないか。母ちゃん、それは何のためだ。諸君が攻めてきた時に勝つためさ。敵がどんなもんか分かれば戦いやすいだろ。なるほど、こっちが情報を握ってりゃもう義のような奴らにも騙されねえか。さすが母ちゃんだ。早速職に乗り込むとしようぜ。待ってくれ、いきなり職に行くのは危険すぎる。お二人に何かあったら南中の民は生きていけねえ。ガッハッハ、心配すんな。わしらがそう簡単にやられるもんかよ。さ、そうと決まればまずは職の紅葉に殴り込みだ。
諸君の連中が。だったら家族の考えも聞いた。前の戦いでな。諸君にはものすごい。諸君が戦う理由が知りたいですな。
食。確かに。諸葛亮様は我ら諸君と
がご入り用で。またお待ちしてます。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。えい、いらっしゃい。毎度どうも。近頃